はい、こんにちは。神奈川県横浜市の警備会社、株式会社イージスです。今日はですね、警備業は基本的に保守であるということをお話したいと思います。よく保守思想だとかいろいろ言います。世の中的にはね、それをこう右とか言ったりしますけれども、この警備業界っていうのはそもそも保守思想から生まれた仕事なんですよね。もともとはね、アメリカ西部で現金を運ぶ人たちを守るっていうところから警備業ってスタートしたんですけれども、日本の警備業のスタートは1964年ですよね。東京オリンピック、そこで選手村の警備、そっから日本の警備業はスタートしたんですよ。ですから選手村を守る、その場所を守るっていう意味で保守だったんですよ。そっからね、警備業がどんどん発展していって、1号警備から4号警備まで、施設警備、交通誘導警備、現金輸送警備、身辺警護警備という風に警備業がね、どんどん多様化していったわけですよ。でもその全てがやはり守るっていうことが根本にあるんで、人を守る、その場所を守るだとかね、警戒して守るっていうところから発展していってるんで、やはりね、そういった意味でも保守なんですよ。で、我々この交通誘導警備っていうのは特殊で、世界見渡しても交通誘導警備ってないです。これ日本だけですね。まあちゃんと調べたらないんですけど、おそらく交通誘導警備があるのはこの日本だけです。で、なんでね、交通誘導警備っていう仕事がね、この我々日本の国だけであるかっていうと、この文化なんですよ。特殊な文化、世界でもトップクラスのこの治安の良さ、和を重んじる国民性だからこそ、工事現場だとか建築現場とかに警備員を配置するという、そういった特殊な仕事がこの特殊な文化と国民性によって成立しているわけですよ。ですから、この日本の文化がちゃんとある限り、我々交通誘導の仕事はなくなりません。ですけど、その根本となる日本文化が今ね、本当に消滅しつつあるんです。グローバリズムっていうものの波に飲み込まれつつあるんですよ。グローバリズムっていうのは保守の反対ですよね。世界を均一にしようと、もう国境なんかなくして、それぞれの国の文化なんかいらないと。だから今その流れでもいろいろ LGBT とかライドシェアだとかいろんなものありますよね。あれなんかもその国の文化をなくす象徴的なもんだと思うんですけど、ライドシェアっていうのはあれ白タクみたいなもんですよね。一般の人がタクシー会社に勤めてない人がお客さんを乗せてお金を取っていいみたいな。そうするとタクシー会社困っちゃいますよね。自由主義という名のもとに価格競争もどんどん値段を下げられ、接客のレベルも担保できません。ですから、この日本特有のこの平和を愛するだとか静かな環境を好むっていう、この根本的な文化がなくなってしまうと、我々警備の仕事もね、必要なくなるということです。ですから、我々警備業界にいる人間、現場に出ている人たちも思考の抽象度を上げて、そのことを意識しながら警備すると、またね、やり方も変わってくるっていうふうに僕は思ってるんです。ですから、目の前の現場を警備してるだけではなくて、日本の文化を守ってるんだという意識で、我々一人一人が現場で誘導していれば、それこそがグローバリズムに抗う術であり、ひいては日本文化を守ることだと思います。そのように考えると、この仕事というのは本当に社会に寄与する素晴らしい仕事だと思いませんか？